してバトラが怒ってるのか分かんないよ。分かるだろ、みんな殺されたんだぞ、あのクソジジイに。ベアトリーチェ復活の儀式とかわけの分かんないことを言って。ならこれで13人が生贄に捧げられて、もうベアトリーチェは蘇った頃だよ。ああ、なら上等だ。ベアトリーチェもまとめて一緒にぶち殺してやろう。マリアたちは儀式を生き残った。だからベアトリーチェに黄金鏡に招待してもらえるんだよ。そこでは願いは何でも叶う。家族を殺されたのが辛いなら生き返らせてもらえばいいのに。マリアはそうするつもりだよ。黒い魔女に取り憑かれていない本当に優しい本当のママを蘇らせてもらうの。だからママはもうずっとマリアと一緒。お仕事とかで残業も休日出勤も何もないの。ずっとマリアと一緒にいてくれて、マリアのことだけを考えてくれてマリアのために恐ろしい敵といつも戦ってくれるのお前どうかしてるぜ。なんでこの状況でそんなわけわかんねえことを言ってられるんだ。バトラは今キリエおばさんに言われたはずだよ、魔女を信じろと言われたはずなのに。くそ、こんなとこでマリアと口喧嘩してる場合じゃねえぜ。もう人質も何も誰も生き残っちゃいねえんだ。もうくそくだらねえ、おかしな儀式もゲームもおしまいだぜ。ここからは俺の好きにさせてもらう。まだ生きてる奴がいるかもしれない、あるいは隠れてる奴がいるかもしれない。片っ端から調べて見つけ出しぶちのめしてやるぜ。ベアトリーチェがすぐに願いを叶えてくれるのに、バトラはバカ。もしもし、ほう、かあ、マリア、電話って誰からだ。マリア、電話の相手は誰だ？爺様か？バトラ、今帰ってきたよ。せっかちだよね。マリア、その電話の相手は誰だ？誰なんだ？変わる？うん。はい、バトラ。はい、
おい、どこへ行くんだよ。マリアのテストの場所だよ。後ろ宮家の当主はバトラかマリアか、どっちだろうね。いくら殺されるぞ。殺されないよ。儀式はもう終わってるもの。それに殺されても蘇らせてもらえるし、当主になってもなれなくても、もう私たちは黄金鏡に招いてもらえる。じゃあね、お先に。待てよマリア。もしもし。コングラチュレーション。And I'm fine.誰？はないであろう、うちの宮パートナー。返事は Yes, I'm fine! であろう、懐かしいな。中国でやっただろ、二人一組になってやるやつ。てめえは誰だ？答えやがれ！英語で言えよ。お前、そういうの得意だったろ？ふざけんじゃねえよ。てめえは誰だ？クソジジイの手先か！手先とは、ひどい言いざまではないか。むしろ、虜と言って、剣道、わらわぬ虜だろ？なんか、名を名乗りやがれ！てめえは誰だ？何者だ！当ててみろよ。ハワイにご招待するぜ。やっとだ、やっと。長かったぜ。本当に今日まで長い日々だった。マジで千年は待ったぜ、今日という日をよ。おかげさまをもちまして、わらわ大復活。サンキュー金蔵、特別にさっきの待って聞いてやってもいいぜ。やれやれ、上機嫌にも程があろうが、もう少しは淑女らしく振る舞わんか。こして遊ぼうぜ。空き瓶で殴りっこもしよう。それは愉快だ。浮かれすぎであるぞ。
ハメの外しすぎだ。金蔵だってわらわに再会できて嬉しいだろ。シャバだ、うちよだ、わらわの肉体万歳。さっきから何を騒いでるんだ。お前がベアトリーチェだとでも言うのかよ。イエーイ、おい、うーん、金蔵の13人殺しの儀式のおかげでようやくわらわは復活したぞ。だがあるといい、こうしてそなたと話せることもなんと楽しいことか。お前とはあれだけ何度も何度も憎まれ口を叩き合ってきたのに、こうして自分中に満場で会話をしたのは初めてだな。何やらとても新鮮だ。今のポンちゃん聞こえたか。あいつ開けたぞ。待って、バカたっけ、秘蔵ワイン開けやがった。知ってるか、10キロのインゴット丸々とは同じくらいするんだぜ。ふざけるな。何がベアトリーチェだ。黄金の魔女だと。いい加減にしろ。どこにやがれ。そこにクソジジイも一緒にいるのか。てめえらまとめてぶっ飛ばしてやら。今どこにやがるんだ、答えやら。なんだ、わらわに会いたいのか。モテる女はつれや。でもどう、金蔵がいるときに口説くのはよせよ。こいつマジで役から立ち悪いぜ。金蔵が二人っきりのときなら、こっそり男女で愛してやるからよ。金蔵、気が変わった。マリアのテストにわらわは行かない。そなたが行け。なんと気まぐれな。ではお前がバトラをテストするというのか。いいだろう。あいつさ、お前の若い時に似てるからさ、キュンときちゃうんだよ。安心しろよ、浮気なんかしないって。あいつと二人きりになるのは今だけ。わらわはいつだってお前と二人きりだろ。だが、もうわらわを四六時中束縛するのは勘弁しろ。そういうわけだ、バトラー。どなたのわらわ、黄金の魔女ベアトリーゼが、いつから取り行ってやろう。バトラー、この屋敷の正面玄関にて、バトラー、マジで頑張ってくれ。この適当なんで、すぐに寿命でぽっくりしても、バトラーが適当に出会ってくれりゃ、俺の福島の全ての新しいあるぞ。あら、苦しめにさせてみよう。いや、屋敷の玄関だな。消灯だ、このクソったらない酔っ払いめ。俺がてめえの酔いを覚ましてやるぜ。迎え酒には俺の熱いパンチをくれてやる。首を洗って待ってやがれ。
沢さん、俺だ、バトルだ。熊沢のばあちゃん、バートラだ。おい、起きろって。お、you
兄貴。畜生。なんだよ、これは箱か。
てめえがベアトリーチェか。やっほーい、バトラここにはわらわとお前以外の誰もいねえぜ。ヤギのカグどももいなければ、悪魔の執事もお師匠様も、我が親友の悪魔もいない。そして、我が肉体の蘇生を手伝う黄金の蝶たちもいなければ、魔法人もない。召喚者の立ち会いもない。その意味が、そなたにわかるかな？さっぱりだぜ。寝言言ってろ。そなたとは確かにこの世界でも何度か会えては来たのだ。まるですれ違うかのようにね。知っての通り、この人間どもの世界はただ貴様らが存在しわらわを疑うだけで、それは膨大な毒素と言う。まるでそなたというキングに対して守りを固める堅牢の城壁のように。わらわは何度もゲームを重ね、駒を一つずつ進め、切り崩し、追い込み、じわじわとそなたの城壁を切り崩していった。そしてようやくわずかの隙間を開き、そこからわらわはビショップを送り込み、そなたのすぐ近くに近づけるようになった。しかし知っての通り、ビショップは資格のある駒だ。黒のビショップは、そなたが黒きマスにとどまる限り絶大な影響力を発揮する。そなたがひょいと白きマスに一歩逃れれば、わらわはそなたの隣に接することはできても接触することはかなわない。だからわらわはそなたが白きマスにとどまれぬようさまざまな駒を送り、そなたの隣の黒きマスを支配するわらわの前に弾き出されるようにゲームを進めてきたの。しかし今やそなたの城壁はぽっかりと穴を開け、わらわはビショップではなくとうとうクイーンを送り込むことができた。クイーンがどういう駒か知っているか？飛車プラス角だろ。言いたいことはこうか。今やお前は黒い魔女幻想のマスだけでなく、白い人間世界のマスにまで自由に侵食できるようになった。その通り。そなたはわらわの眷属である黄金の蝶たちが存在するマスのことを魔女幻想と呼び、観測者なき非現実と仮定して否定してきたのだろう。知っておるぞ。だからこそわらわはこうしてとうとう白きマスへ降臨した。安心しろよ。黄金の蝶もヤギたちも悪魔も魔女も後でいっぱい呼んでやるぜ。そなたが望むならわらわの黄金郷へ招待してやる。そこで何でも願いを叶えてやろうぞ。どうやらこの島のチェスマンはインク壺でもぶっかけちまったみたいだな。なるほど、それも愉快な表現よ。すぐにそなたもそのインクに染まるぞ。やがては真っ黒に染まり、必ず黒きキングになる。そなたは今インクの海に溺れる哀れな存在であるな。いや違う、島がてめえのインク壺で全て真っ黒に染まっちまったことは認めるが、白いマスはまだ残ってるぞ。ほう、どこ？俺の足の裏にだぞ。
お前の魔法のインクが島中を覆い尽くそうと。俺が踏みしめる足の裏までは覆えない。一見この島が真っ黒に染まろうと、俺は俺だ。白い魔素をこうして踏みしめて立っている。さあ、この雨の中、そなたが風邪をひくまで待つのも面白いが、そろそろ本題に入る。そこに箱があるのが分かる。そなたへのテストはその中に入った。待ちな、俺はもう今さら次期当主が誰かなんてくだらねえゲームに興味ねえぞ。俺のゲームはクソジジイとお前と殺した奴ら全員にそれぞれ顔面パンチをぶち込むことだ。ほう、わらわのこのバルコニーまで空を飛び上がってくるというか、それはよい、それはよい。ならばほら、早く来いよ。ほらほら、タンタン。絶対安全な場所に嫌がるからって余裕ぶっこきやがって。今からそこに行くぞ。首を洗って待ってやがれ。あん、ダメダメ、鍵がかかっている。もちろん窓も全て鎧戸を下ろしてある。そなたが短期で切り込める、わらわの城はもろくはない。周到なやつだぜ。鍵はどこだ。クソ、やつもバカじゃねえってか。そんなにわらわのすぐ隣に来たいのか。いいぞ、そなたがテストに見事合格できたら謁見を許そうではない。合格ということは、そなたこそが次期当主、そしてわらわの次なる主。わらわの肉体も魂もどう扱おうとそなたの自由よ。わらわは所詮は後宮家の家具なのだから。どうやらテストってやつをどうしてもやらせたいらしいな。いいぜ、受けて立ってやら。合格したら最初のご褒美はてめえに顔面パンチだぜ。それは怖い怖い。だが暴力に支配されるのも嫌いではないぞ。わらわの頭をこうわしづかみにして、普通に表情を歪めさせ、たかがその爪で獲物を引き裂きかきむしるようにわらわを蹂躙してくれよ。ああ、若き日の金蔵を
もう一度思い出させておくれ。わらわにこの千年の生涯でただ一度幸せ屈服し家具に落ちる喜びを教えてくれたあの日のことを思い出させてくれよ。酔っ払いめ、拉致が明かねえ。そうだ、それを開け。中に手紙がある。それを読むのだ。なんだこりゃ、随分と物騒なことが書かれてるぞ。それより2番目が空欄になってて、誰の命か分かりゃしねえ。うん、その2番にその者の最も愛する者の名が入る。ジェシカのテストにはカノン、ジョージのテストにはシャノンの名が入った。彼らについては思い人がはっきりしていたから、あらかじめ名前を記入してやれもしたが、そなたの思い人をわらわは知らん。だから誰の名を書けばいいやらわからず、空欄とさせてもらった。そいつはちょうどいいや。愛してるぜベアトリーチェ、お前の名前をここに突っ込んでやる。だから俺が選ぶ選択肢は2番だ。これでいいか。おいおい、茶化すな茶化すな。なあ頼むよバトラー、お前の思い人の名をわらわに教えてくれよ。じゃないとテストにならぬではないか。悪いな、俺に特定の女はいねえぜ。仮にいたって誰がお前なんぞに話すもんか。そういうことではこのテストはそなたに成立せぬ。残念残念。そなたの思い人がどのような女か好みくらいは気になったのだがな。俺が黒髪長髪のまな板少女がいいって言ったらどうするよ。お前とは一つも一致しねえぜ。嘘をつけ、このおっぱいソムリエが。金髪のダイナマイトバディがいいんだろ。わらわがまさに理想の体現ではないか。お前のスリーサイズを当てるのが次期投手のテストだってんなら喜んで挑戦してやるぜ。そう、次期当初のテストであったな。そなたと喋るのが楽しくてついついさっきから脱線してしまうわ。それでは次期当初のテストを始める。そなたに後ろ宮家次期当初としての資格があるかどうかを問う。心して答えるがよい。我こそは後ろ宮家古文錬金術師、黄金の魔女にして無限の魔女ベアトリーチ。後ろ宮家の家督と我が黄金のすべてを継承する資格があるかどうか、それをわらわが問う。そなたの名を名乗るがよい。後ろ宮バトラだ。
よろしい。後ろ宮バトラよ。しかしそなたはその後ろ宮の名をこの6年捨てたである。それはなぜ？クソ親父に愛想が尽きたからさ。知っている。父親の再婚がそなたの敬愛する母親の死を冒涜したように感じたからであろう。なるほど。新しき母はそなたと何の血のつながりもない。そなたがその母を受け入れられぬ気持ちはわからぬでもない。しかし父親が誰と再婚しようともそなたとの血のつながりは変わらぬのではないか。何が言いて？父親の再婚に反対するという、父親を独占したいがゆえのそなたの幼稚も多少の理解はしよう。しかしそれに反抗するために後宮の名を捨てる家と血に対する冒涜ではないのか。そなたは後宮に生まれ育まれてきたのではないか。その恩を忘れ後宮の名を捨てる資格もそなたにあったというのか。お前には関係ねえ。俺と親父の問題だ。後宮の名はお前と父親だけのものではない。お前は知らぬ女に父親を奪われることを許せず反抗しただけの幼稚だ。後宮家の席を捨て去ったこの6年間、そなたが後宮家に泥を塗りし短からぬ年月、その罪深きを知るがいい。幼稚で悪かったな。しかし祖父母の死を境とはいえよくぞ後宮に席を戻した。よってその罪を自ら見そぐ機会をそなたに与えよう。今こそそなたは6年前の罪をあがなう時。さあさあ思い出してごらんなさい。自らの罪、それを思い出し告白し懺悔せよ。それこそわらわがそなたに与えるテストである。懺悔せよってなんだよ。謝れって言いたいのかよ。もうテストは始まっているぞ。そなたの好きに考えるがよい。いや、まあそれを言われりゃ幼稚だったとは思うぜ。何のかんの言ったって親父に育ててもらった恩は親父が再婚したからってチャラになるもんじゃね。親父は養育費は常に送り続けてくれたそうだし、学校の行事にも参加したいと言っててくれたそうだ。それを俺が絶対に来させるなとじいちゃんたちに言ってたから来させなかっただけで。確かにそりゃ俺の幼稚な犯行だったとバッサリ言われりゃそれまでだぜ。いやでもよ、ならよ、おふくろの後ろ宮アスムの無念は誰が晴らすんだ。おふくろはあんなにも献身的に俺たち家族に尽くし頑張ってくれたんだぜ。なのに親父はキレイさんと浮気もしていた。園児を身ごもらせてさえ言った。それで出産に合わせて駆け込むかのように席を入れたんだ。それがお袋への裏切りでなくて何なんだよ。お袋の無念は誰が晴らすんだよ。
だが、お前の言う通りでもあるさ。浮気は事実でも、俺を育ててくれた恩は確かにあった。なら、それを相殺して、俺が家を出ていくというので十分問題ねえじゃねえかよ。そうさ。俺にはお袋の代わりに親父をぶん殴る権利が、いや、義務があったはずなんだぜ。それを俺は許した。何も言わずに出て行って、初めから俺なんていなかったことにしてやった。親父も俺のことなんか忘れて、キレイさんやエンジェと新しい家族を始めた。それで丸く収まってるじゃねえか。バカらしくなってきたんだよ。そろそろ俺も頭を冷やしてもいいかなって思ったんだ。だから俺は親父が謝ったら全部水に流すと言ってやったんだ、じいちゃんの葬式の日に。そしたらあいつ本当に畳に両手をついて詫びやがったよ。信じらんねえくらいに情けない格好だった。あの格好つけた親父が本気で頭を下げやがったんだぜ。それを見たらなんだかもうバカらしくなっちまった。きっとお袋もそう思っただろうぜ。お袋は俺と親父が喧嘩をするといつも笑いながら仲裁してくれて、なんだそんなくだらないことで喧嘩をしていたのと笑ってくれた。俺はお袋がそう言って笑っているのを感じたんだよ。だから許すとまでは言えなかったけど、もう一度ゼロから始めてもいいかなって思ったんだよ。それで6年前に全てを巻き戻すことにした。それで後ろ宮家に席を戻したんだよ。俺も6年間泣き怒り悩み抜いた。ひょっとするとそれは親父もそうだったろうし、死んだお袋もそうだったかもしれない。あるいはキリエさんやエンジェもそうだったかもしれない。だからゼロに戻し後ろ宮バトラに戻ったんだ。それは俺たち家族の問題であって、後ろ宮家とかそんなのは何も関係ねえ。それを罪だと断じる資格はお前にないし、それをお前に懺悔する義務も俺にはない。もしそれを本当にすべき相手がいたとしたら、それはお前がもう全員殺した。だから俺は何も謝らない、懺悔しない。それが俺のこのテストへの答えだ。それだけか。何？それだけも何も、俺は洗いざらいをぶちまけたぜ。何が不満なんだよ。まだ罪の清算が足りぬ。清算？なんだよ、親父みたいにここに土下座して謝れってのかよ。違う、お前たち家族のお前の家での話になど興味はない。ここはどこだ？六軒島だ。後ろ宮本家の本宅である。この場所にふさわしいそなたの思い出すべき罪があるのではないか。他に俺に罪があるってのかよ。思い出せ、後ろ宮バトル。そしてそれを思い出せぬことがそなたの罪だからこそ許そう。
それを思い出せたなら許そう。それを思い出すことはそなたへの食材のテストである。思い出せって言われてもよ。思い出す。だからこそ罪なのだ。悪いがベアト、俺には身に覚えがさっぱりだ。なんだか6年前の俺がお前に迷惑をかけたみたいな雰囲気だが、俺はお前とは今回の親族会議が初対面のはず。確かにお前の伝説は6年前の当時にも存在していたが、俺との面識は当時にはなかったはずだ。無論である。6年前の六軒島においてわらわはまだ権限していない。なら俺に何の罪があるってんだ。俺にお前に対する罪が何かあるってのか。同じことを二度言わせるな。わらわは6年前には権限しておらぬ。そなたと面識などあろうはずもない。そなたという世界において存在しないも同じだ。ヒントくらい出せよ。その罪とやらは俺とお前に関係がある。わらわは6年前にはそなたと縁がない。わらわのことはいい加減に考えから外せというのだ。なぜわらわへの罪だと思うのか。お前の目さ、目、ほう、お前の目がさ、わびろって俺に囁いてくるんだよ。だが俺はお前なんか6年前に縁はねえし、それはお前も認めたはずだ。本当なのか。本当に俺とお前の問題ではないのか。違うというのに、わらわとそなたの問題など全く関係ないわ。だがよ、お前の目がそうだと言ってるんだよ。だから俺にはさっぱりわからねえ。赤で言えるが、お前が思い出すと言っている罪が俺とお前の間のものではないと宣言できるか。よかろう。なら、なぜそんな目で俺を見る。わからぬ。わらわはそなたをこうして淡々と見つめているだけだ。それをそなたがそう感じるというのならば、それはそなたそう感じる何かがあるのではないか。俺に何の罪があるってんだ。後ろ宮バトラには罪がある。どんな罪だってんだ。どうせ叩いたとかごまかしたとかくだらねえ罪だろ。そなたの罪は人が死ぬ。嘘つけ。俺は誰も殺してなんかいない。じゃあ言えよ、俺が誰を殺した？いつ？誰を？どうやって？そなたの罪により、この島の人間は大勢死ぬ。誰も逃さず、すべて死ぬ。は？はあ？何をわけわかんねえこと言ってんだ！俺がみんなを殺したって言うのかよ！俺は殺人鬼か？そなたが直接手を下すわけではない。しかし、そなたが罪を犯したからこそ、6年にもわたる歯車の狂いにて歪みが生じ、今夜これだけの人命が失われるのだ。そなたはこの惨劇の原因の一つである。いい加減にしろ。俺が原因だ。じゃあなんだ。俺が6年前に後宮の席を捨てたから13人が死んだってのか。俺が6年ぶりに後宮家に帰ってきたから13人が死んだってのか。ふざけるな。いい加減にしろ。俺はこの6年間
最も後ろ宮家から遠ざかっていた男だぜ。その俺が何に何のどんな影響を与えたってんだ。俺だって好きで親族会議に来たわけじゃねえぞ。6年ぶりによりを戻したから、これまでの期間のけじめってことで渋々と露見島まで来たんじゃねえか。別に俺は今日ここへ来る義理なんてなかったんだ。その俺が帰ってきて、それが理由で惨劇が起こった。じゃあなんだ、俺が帰ってこなければ誰も死なずに済んだってのか。赤で言えよ。俺がもし帰ってこなかったら、このおかしな殺人事件は起こらなかったと赤で言えるのかよ。言えるわけねえさ。お前が全ての犯人なんだからな。苦笑要求。後宮バトラがもしも六軒島に戻ってこなかったら事件は起こらなかった。言えるものなら言ってみろ。言えねえだろ。言えやしないのさ。犯人はお前なんだ、俺じゃない。勝手にその責任を俺になすりつけるんじゃねえ。答えろよ。赤で苦笑してみろってんだ。できやしない。事件に俺の存在なんか関係ないのさ。わけのわかんねえことを言って俺を混乱させるんじゃねえ。何も思い出すことはないの。悪いが、俺にはさっぱり心当たりがねえ。おい、俺は少しイラつき始めてるんだぜ。言いたいことがあるなら言えよ。俺に恨みがあるなら堂々と言えばいい。思い出せなんていやらしい言い方をするんじゃねえ。もう一度聞く、何も罪思い出せぬか。ああ、何にも思い出せねえな。何も思い出せぬと言うか。これにて未練は尽きたか。望みなき賭けも、賭けねば未練が残ろう。それでよいのだ。賭けることに意味がある。そうかもしれぬな。ならばこれにてわらわの未練もゲームも終わりだ。そなたはどうする。さあな。わらわはもう何の興味もない。すまぬが、わらわはこれにてゲーム盤を降りさせてもらいたい。そうか、わかった。あとのゲームはわらわが引き継ぐ。そなたは休め。あとのことはすべてわらわが終わらせる。そなたはすべてを忘れて枕に顔をうずめよ。羽の布団はそなたをすべてから優しく守ってくれるだろう。あと片付けを頼む。任せよ。あとのことはすべて任せ。眠れ。おい、聞いてるのか。テストとやらもう十分だろ。合格だろうと不合格だろうとどうでもいいぜ。お前の横っ面をぶん殴ってやらなきゃ気が済まねえ。降りてきやがれ。さもなきゃここの扉を開けやがれ。
う戻ったか。どうであったか、バトラのテストの結果は。マリアのテストは文句なしに合格点であったぞ。あやつを小娘小娘とわしは長いこと侮っていたが、これはこれはどうしてどうして、いやはやいやはや、なか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 、どうしたベアトリーチェよ、我が最愛の魔女よ。酒が足りぬか、魚が足りぬか。土砂降りを浴びながら牛でも丸焼きにしようか。おお、悪くない。炉の上、早速準備をせよ。ベアトリーチェよ、バトラのテスト結果は後だ。まずはスペアリブで乾杯といこうではないか。お前が丸焼きになるがよい。何？どうなさいましたか、お嬢様。今日さめ、その邪魔な燃えかすを片付けよ。ええ、私が片付けるわ。ベアト、答えたくない。いや、答えるのももはやめんどくさい。どうしたのよ、らしくもなく。何かあったの？バトラが何か Thank you.
しばらく消えろ。大変に不機嫌。かしこまりました。それでは私どもはこれでおいとめさせていただきます。何かございましたらいつでもお呼びを。バトラ、いるか？さっきからいるぜ。何なんだ。一体お前は、さっきから変だぜ。変に見えるか？それはすまぬな。あれだけ上機嫌に酒を酌み交わしていたクソジジイをいきなり焼き捨て、お前の友人の悪魔女も、ガラスの彫像、悪魔の執事もお師匠も、消えろの一言でさっさと出てけだ。お前、どんだけ気まぐれでわがままなんだか。バトラ、もうやめた。何を？わらわはもう飽きた。はあ？そりゃまあ、お前が追っ始めたゲームだぜ。飽きてくれて助かるってもんさ。つまるところ投了ってわけだな。投了などではない。ただ終わるだけだ。いや、終わりもしない。このままゲームは永遠に放棄されるだけだ。そういうのを投了って言うんじゃねえのかよ。いや、飽きて放り出すって言葉がお前にはぴったりだな。その通りだ。飽きたから放り出す。あとは知らない。そのまま放置されて好きに埃でもかぶればいい。お前どうしたんだ。なんだかさっきからやりにくいぜ。まださっきのわけのわかんねえテストのことで尾を引いてるのかよ。俺に恨みがあるならはっきり言えばいいじゃねえか。お前は赤で自分とは関係ないなんて言ってみせたが、どうせ言葉遊びだろ。お前の顔に書いてあるぜ、俺を恨んでるってな。お前に恨みなどないと何度言えばわかるのか。わらわはそなたが罪を残したその当時に存在しておらぬ。ま、お前が吹っかけてきたゲームだ。俺も決着がつかねえのは残念だが、気が向いたらぜひまた誘ってくれよな。その時は慎んでご辞退させてもらうけどよ。
何度も何度も10月4日と5日をぐるぐる過ごしたわけだが、ようやくこれでお役御免だな。これで明後日には船が来る。そうさ。そして船着き場には海猫も戻ってくる。俺はようやく六軒島名物のあのニャーニャーいう鳴き声を聞けるわけだ。何しろ島に来た時は天気のせいか全然いなかったからな。海猫の鳴く頃に全てが終わるってわけだ。終わり終わり、おしまいおしまい、せいせいすら。何を、そなたは勘違いしておるの。ん？何を？何も終わらぬとわらわは言ったぞ。これにて全ては放置され、ゲームは忘れられ、盤上の駒はそのままに放置される。進みも戻りも取りも取られもしない。勝ちもなく負けもなく引き分けすらもない。ただ放置されるのだ。つまりはおしまいってことだろ。違う、わらわの手番にて永遠にゲームが止まる。そなたの番は来ない。だから勝ちも負けも引き分けもない。かつてのわらわ、そなたにそうされるわけにはいかなかった。そなたに勝つという目的があったからだ。しかしそれに興味を失った。だからこれ以上手番を進める意味がもう何もない。俺に手番が来ないというのはどういう意味なんだ。その子が言っているのはこういう意味よ。このゲームが駒をそのままに蓋を閉じられるということ。ゲームは終わらないまま永遠に留め置かれる。あんたが元の世界へ戻ることのできる唯一の方法はベアトに勝利することだけ。つまりベアトがゲームを放棄しちゃうってことはわかる？そういうことよ。勝負は敵味方が揃わなきゃ決着しないわ。あなたにはもう永遠に勝利してこの世界から抜け出すことができないということよ。さしずめ、あなたを閉じ込めた檻の鍵を鳩の首輪にでもくくりつけて飛ばしてしまうようなものかしら。冗談じゃないわベアト。そんなつまらないゲームを見に私たちははるばるここまで来たわけじゃないのよ。これでゲームをお開きなんて冗談じゃないわ。ラムダに同じよ。私はバトルを勝利させ、あなたを敗北させて、のたうち回らせるためにやってきたのよ。まだその目的を達していない。こんなところでゲーム放棄されて、逃げ出されたんじゃたまらないわ。キョーラを失望させるゲームの幕切れとなったことは認めよう。しかし、この茶会のホストたるわらわは何しろ気まぐれ。今日が覚めればもてなす術など知らぬ。もとよりそれがわらわの魔女たるゆえんのはず。何も問題はなかろう。確かにあなたの教義には反しないわ。私は認めないわよ。ふざけんじゃないわよ。あんたにどんだけ肩入れしたと思ってんのよ。ここまでお膳立てさせて、これではいおしまい。
ふざけんじゃないわよ。わらわは飽きたとそう言っている。それ以上も以下もない。そうはいかないわよ。あんたにはこのゲームを続けてもらうわ。バトラーに勝利したいんでしょ。勝って屈服させたいんでしょ。もう一息じゃないねえ。そこで俺に振るんじゃねえ。ただ俺にも意見はある。言わせてくれ。何か。こいつはお前に売られた喧嘩だ。俺はお前とはっきり白黒をつける覚悟がある。何度か屈服しかけたが途中で逃げ出して勝負をうやむやにして逃げるつもりだけはさらさらねえ。俺がここにいて戦う意志を見せている以上逃げるんじゃねえ、ベアトリーチェ。同感だわ。バトラーを巻き込んでおいて勝ちも負けも与えずに立ち去るなんて無責任にも程がある。ほう、どうやらわらわが無責任だと罵られる最大の理由はバトラが対戦相手としてとどまっているからということらしい。ならばバトラ、お前もまたわらわと同様に対戦相手を降りてくれぬか。それでならわらわは批判されることもない。俺が降りると六軒島を出られるのか。出られるわけもなかろうが、勝手に誇りを浴びて肩にでも積もらせよ。ふざけないで。なんて無責任な人なの。あんたはこれだけ大勢の人間を殺した。しかも魔女の力によって何度も何度もむごたらしい殺し方で、その責任を取らず逃げ出すなんて絶対に許せない。責任。ほう、わらわはどのようにしてその責任とやらを取ればいいのか。決着をつけるまで戦いなさい。バトラーは正面の席に座り、あなたに打ち勝つまで決して諦めずに戦う。だからあなたも任されるまで戦いなさい。それが嫌ならバトラーを任せてみせなさい。許さない。すべてをうやむやにしてバトラーをこの席に放り出して永遠に閉じ込めて返さないなんて許さない。グレーテル。ベアト、こっちを向け。俺はここにいる。お前の正面のライバルの席だ。わかるな。俺がここに座り続ける限りお前に逃げは許さない。だから逃げるな。戦え。お前が始めた戦いだろうが、これだけ何度も何度も上等を決めやがってしっちゃかめっちゃかにやってくれたんだ。今さら飽きたで終わらせられるかよ。俺はお前の対戦相手だ。俺がここにある限り逃げるなんて許さねえぞ。聞いてるのか、この無責任魔女め。なんとか言ってみろってんだ。バトラが対戦相手をやめてくれぬ以上このゲームを放棄することは認められぬと今日らはおっしゃるわけか。ならば東王、そもそもそこにいる男にわらわの対戦相手たる資格があるのかどうか。資格？当然、さっきのテストとやらのことだぜ。何をする気？あんたまさか。これよりそなたにわらわの対戦相手たる資格があるかどうか、それを問う。よいかバトラ。その資格が認められればわらわは席にとどまり
ゲームを続けよう。そして勝敗の決着がつくまで永遠に戦い続けることを約束しよう。俺にはもとよりその覚悟はあるぜ。しかしその資格がなかったならそなたは消えよ。対戦相手が消えればゲームもない。わらわは堂々とここを立ち去れる。今日らもよろしいか。口出しは無用。どうぞお好きなように。バトラー、あんたしっかり答えるのよ。資格があるからこそ俺はここにいるんだろ。何も怯えることなんざねえぜ。まさか。それではバトル、赤で復唱してもらおう。お、俺に復唱要求ってか。俺のお箱を奪いやがって。しかし赤き真実って俺でもできるのか。どうやるんだ。そうだと念じればできるわよ。簡単よ。俺の名は後ろ宮バトラ。お、おお、こりゃ面白いや。やめて。あんたの狙いは読めてるわ。でもそれはやめて。彼は、うるさい。そなたはしばらく席を外せ。今日らもであるぞ。口出しをするならば容赦せぬ。邪魔はしないの。どうぞご自由に。ベルン、まずいでしょうが。あいつ消す気よ、バトラを。なんだとあいつ。何を企んでやがれ。それでは資格を問うぞ。面白いな。普段のゲームが攻守が逆になった。これは最後の最後でとても貴重な体験だ。よいか、心してまずは聞け。まずはわらわが赤で語る。わらわは黄金の魔女ベアトリーチ、そして後ろ宮金蔵の孫、後ろ宮バトラと戦うためにこのゲームを開催した。そんなことは知ってるぜ。だからなんだ。復唱要求。後ろ宮バトラの母は後ろ宮アスムである。はあ、そこでなんでお袋の名が出てくるんだよ。無駄口はいらぬ。ただ赤で復唱せよ。いいぜ、復唱する。後ろ宮バトラの母は後ろ宮アスムである。赤便利だな。戸籍標本を持ってくる面倒もね。無駄口はいらぬ。続けるぞ。そなたの名は後ろ宮バトラである。おう、俺の名は後ろ宮バトラだ。後ろ宮バトラは後ろ宮アスムから生まれ。後ろ宮バトラは後ろ宮アスムから生まれた。そなたは後ろ宮アスムから生まれた。俺は後ろ宮アスム。俺は後ろ宮アスムから生まれた。くそ、俺は後ろ宮アスムから生まれた。なんだ、さっきまでは簡単にできてたのに急に赤がうまくできなくなったぞ。復唱を拒否する。拒否なんかじゃねえ。なぜかうまくいかねえんだ。俺は後ろ宮アスムから生まれた。なんでだ。畜生、なんで赤が使えないんだ。
そんなバカな。語れぬ赤を無理に語ろうとすると窒息するぞ。無理をしなくてよ。以上の事実から、わらわはそなたを青で追求させてもらう。覚えている？青は相手を否定する仮説を宣言するのに用い、それは赤での否定が義務付けられ、それがない場合勝利と。では参るぞ。以上の復唱要求並びに復唱拒否から、わらわはそなたに対戦相手の資格がないことを宣言する。なぜならベアトリーチは後宮金蔵の孫である後宮バトラと戦うためにゲームを開催したから。よって対戦相手であるそなたに後宮金蔵の孫である後宮バトラであることを赤で宣言する義務が生じ、それに対する復唱をそなたは拒否した。これは資格の喪失を意味するものである。それの何かを否定するのよ。早く。俺は後宮バトラだ。それを赤で復唱できている以上、俺はお前の対戦相手のはずだぜ。そなたが後宮バトラの名を持つことは事実である。しかし人命は独占されたものではない。複数の人間が後宮バトラを名に持つことは可能である。すなわちこういうことだ。そなたは後宮アスムの息子、後宮バトラと同姓同名の別人である。なんだと。バカなこと言うんじゃねえ。俺はお袋の子だぞ。後宮アスムの子だ。俺は後ろ宮アスムからちくしょう。なぜだ。なぜ俺がお袋から生まれたと言えないんだ。こんなバカなことがあるというのか。苦しむことはない。わらわは遊ばぬ。これにてチェックメイト。そなたは後宮アスムの息子ではない。そんなバカ。そなたは誰。後宮バトラを名乗る何者なの。ちょっと待てよ。俺は後宮バトラだ。俺は後宮アスムから生まれた親父とお袋の息子だ。いいや、わらわの対戦相手たる後宮バトラであるはずがない。その証拠に。証拠だと。そなたは6年前の罪知らない。それは真の後宮バトラならば罪など犯さない。だが結果的に罪は起こり、6年の月日が空白となって、当時を何も知らぬ男が後宮バトラを名乗って六軒島へ姿を現し、その真相はこうだ。仕方がないの。バトラにその資格はなかった。そういうことよ。ベル、それでいいの？それを認めちゃったらあんたも負けちゃうのよ。あんたは勝っちゃうんでしょう。なんでバトラの肩を持ってるの。残念よ、バトラ。あなたにベアトリーチェの対戦相手たる資格がなかったなんて、とても残念。私も迂闊だったよ。
資格のない駒に張ってたなんて私の乾杯だわ、ベアトリーチ。負けも勝ちもない。ただ対戦相手が消えるだけで元からいなかったと言うべき。じゃあよ、俺は誰なんだよ。俺は親父やお袋の子じゃないのかよ。俺は誰なんだ。何なんだ。お袋の子じゃないってんなら、なんだよ。縁もゆかりもない赤の他人の子だとか、そう言い出すのかよ。それならば金蔵の血は引いていないことになる。いずれにせよ、そなたにこのゲームの対戦資格はない。バカな、バカな。もうよい。もともとそなたが後ろ宮バトラでない可能性は多少は承知していたの。だから問わねばならなかった。本当のバトラなら知っていることを聞かねばならなかった。残念。そなたがひょっとしたら本当に後ろ宮バトラであるかもしれないと、わらわも千兆分の一の奇跡にかけた。だがやはりそなたは同姓同名の別人だ。これで対戦相手は消えたな。それではこれで。わらわは失礼する。今日らも旅支度を整えられるがよい。我が領地にて、もう何も催しは予定されていない。それではごきげんよう。さらばだ。傷嫌いのあんたがこの結末でいいわけ？あんたは私の負けに張ってたんでしょ？なら万々歳じゃない。おめでとう、ラムダ。じゃあまたどこかの世界で会いましょう。まあ無限のかけら世界のこと、どこかでまたご縁がある確率はそれこそ千兆分の一よりも少ないでしょうけれど。じゃあね、楽しかったわ。バイバイ。あ、待ってよ、ベル！
やはり魔法は初めからマリアージュソルシエールの中だけで使うべきであったな。そうだね、マリアもエンジェの時にそう思ったよ。魔女同盟はわらわとそなた、その二人で始めた。他のものを混ぜようというのがそもそもの間違いであったのだ。こんなにも楽しいからマリアたちはその輪に親しい誰かを加えたかったよね。そうして魔女同盟がどこまでも大きくなって、みんなで楽しく魔法が使えて幸せになれたらと願った。だが魔法を理解できるのはやはりわらわとそなたの二人だけだった。私たちは奇跡が巡り合わせたこの世界でたった二人しかいない魔女なんだよ。マリアはもうベアトさえいれば他には誰もいらないよ。わらわもだ。そなたさえいればもう誰もいらぬ。マリアージュソルシエールは結成したその一番最初の時点でもう完成していたんだよ。そうだ、あるな、まさにそうである。何もかも忘れてしまおう。二人だけのマリアージュソルシエール。私たちは互いを認め合う。そして誰にも傷つけられない。だからもう傷つかない、泣かない、すべて忘れようね、ベアと。私たちは永遠だよ、マリア。